昔働いてたんだったの。さん、はい、クレマグの裏です。おはようございます。はい、というわけで今回は皆さんご覧ください。でーでー。餃子のお嬢でーす。イエーイ。まあ私は実は結構言ってるんですけれども、上京してすぐですね、餃子の王将でバイトをさせていただいておりました。今日はちょっとその味が恋しくなったということで、王将を食べていきたいと思います。私がおすすめする商品をテイクアウトでできるものを買いました。これ王将ラーメン醤油豚骨です。あ、うまっ、あ、うまっ。というわけで早速食べていきましょう。せーの、マグネ。ではでは、いただきまーす。餃子の王将っていうくらいなので、まずこちら、あ、見えますか皆さん、餃子からいただきます。うん、これやこれや。餃子の王将のこの餃子のタレがめちゃくちゃ美味しいんですけど、餃子のタレ作ってるんです、お店で。え、そうなの？そうなの。配合ちゃんと何対何で配合してとか、こう何入れてっていうの決まってて、でもそれを作るのがめちゃくちゃ大変なの。めっちゃこんなでっかいタンクに作るから、なんかその言い方だとさ、なんか昔働いてたみたいな。昔働いてたんだったの。あ、うまー。餃子うまい。あ、肉取りな。いただきます。餃子マジでうまいから。結構ちゃんとね、肉肉しい餃子なんですよ。ニンニク抜きの餃子とかもあるので、これ餃子2人前です。2人前、これはコーテルって呼びます、王将用語で。王将麺、そうめん、豆腐で、これがそうはんって言います。うちより先に行くのやめな。まあ有名っていうか王道が今エアが食ってる王将ラーメン。久々王将食べる。やばい、バレてる、食べてんの。ってな言います。全然手映ってるよ。チャーハン美味しい。うまっ。ラーメン、あー美味しい美味しい。うまっ。王将ラーメンはそんなにこってりしてなくて、麺も細麺です。麺は伸びちゃうから先に食べたい。とりあえず先に食べます。私はが王将で働いてたのは2、3年前なんですけど、ずっとお世話になっていて、上京してすぐだったんで、まかないがあるお店が良かったんですよ。ラーメン大好きだし、王将でバイトしたいなと思って、主婦さんが多かったんです。焼きそば食べます。で、主婦さんが多くて、もうなんていうの、みんな優しいの。みんなお母さんみたいな感じで、ご飯食べてるとかめっちゃ心配してくれてるし、してくれるし、すごいやりやすくて、めちゃくちゃバイトに行きたくないと思った日が多分なかったと思う。すごいいい環境のバイトだったなって思いますね。バイト先の人に恵まれてるのは高校生の時からなんだけど、でずっと飲食店なんです。すき家やって、お蕎麦屋さん行って、王将みたいな。バイト先の人には超恵まれてました。チャーハン美味しい。で、なんといってもまかないだよね。最初は、あ、チャーハンでいいですとか言ってたんだけど、ラーメンは自分でやんなきゃいけなくて、メンバーを覚えてからはもうラーメンばっか食べてて、はい、
とりあえず食べますね。なんかこの味がめっちゃ好きなんだよね、麻婆豆腐王将の。チャーハンと一緒に食べても美味しいです。うちはいつも白いご飯で食べるんですけど、言うてバイト代でまあたかが知れてるというか、まあ、決まってくるじゃないですか、まあ、入った分にもよりますけど、やっぱ食費浮かしたいんですよ。でそれで唐揚げとかももう冷え切ったのでいいのでくださいって言ってもらったりだとか、もう時間が切れてお店で売るものとして売れないもの、餃子だったりもいただいて、本当に感謝しかない。もう王将に入ったからこの体型を維持して生き延びれたっていうのもありますけどね。もう全然この頃YouTube とかもやってたので、当時働いてた方たちは応援してくれてましたね。いまだになんか見たよとか LINE くださったりとかするので、すごく嬉しいです。また食べに行きたいと思います。全然最初すっぴんで行ってたんですよ。したらその当時の店長に、ウランちゃんって化粧しないのって言われて、道具は持ってたけどする感覚がなかったのね。ある時からちょっとウランちゃんお化粧とかしてみたらみたいなって言われて、初めの頃だね。その時にあ、お化粧、社会人はお化粧しなきゃかと思ってやり始めたりだとか、その時また自分のことうちって、今もうちって呼んじゃうんだけど、まあ人前で喋るときは自分のことは私って言わなきゃダメだよとか、本当に分かんない、言われなかったら分かんないぐらいのこととかも教えてもらったりとかしてて、まあ幼稚だったなって思うんですけど、バイトうち掛け持ちしてた時もあって、本当にその時は辛かった。ショールームの配信をやってたんですけど、朝起きて配信してバイト行って5時に終わって6時ぐらいかなに家帰ってきて、6時半から配信して、でそこから1時間おき、1時間の30分おきぐらいに何本か配信終わったら、11時から近く の, 飲食店でバイト行って、朝っていうか3時4時ぐらいまで閉店までやって閉めて、でまた次の日朝起きて配信してまああの時が一番自分の中で辛かったかもしれない。よくやったなって思う。自分、その頃の自分頑張った。これもまたうまいよな。やばい、今日全部食べれちゃいそう。辛いにしましょう。
私はこれと白ご飯を食べるのも好きです。うん、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 お腹いっぱいになってきちゃった。ちょっときれいに残そう。半分食べた。とりあえずこれだけ食べて、これも取っとく。ちょっとこれは食べないでね。取っとくから、これとこれ食べないでね。いや、お腹はち切れそう。伸びちゃう。これとこれは食べないでね。でこれも取っておく。はい、というわけで今回は私が昔働いてた餃子の王将のおすすめ5品を食べてみました。イエーイ。私マジでちゃんと働いてたっていうことが分かりましたよね。未だにちょっと懐かしくなったら食べたくなる味なんですよ。まあお店には行けないので今回テイクアウトということでしたが、餃子の王将で働いてる皆さん、ぜひ頑張ってください。その他でバイトしてる皆さん、お仕事してる皆さんも頑張っていきましょう。なんでこんな思いの巻きすぎですか。では次回のモッパンでお会いしましょう。バイバーイ。じゃ最後出てよ。バイバイ。おっぱい。おい。ラーメン食べたい。うん。お城行きたい。うん。一緒に行こう。うん。行こうよ。一緒に行こうって言ってる。